フォンテーヌ邸の養護施設の準備が整いました。しかし公爵様、罪人の迎えなどでお手を煩わせるのは。そりゃあんたらが力仕事しかできず加減を知らないからだろ。こんにちは。あなたは誰？パパの同僚のリオ・セスリだ。パパのお友達と来たんだ。どうぞ。パパまだお荷物の支度をしてるからもうちょっと待っててね。ああもちろん。なんたって遠出だからね。パパのお友達のうちにいる間ちゃんと言うことを聞くんだぞ。うん、このおじさんは優しいから大丈夫。あっちの怖い見た目の人じゃなくてよかった。こら、失礼じゃないか。別に大丈夫さ。パパ、早く帰ってきてね。じゃないと寂しいもん。ああ、もちろんだ。ご配慮ありがとうございます。リオ・セスリ様、娘に会わせていただき。あの子のためにだ。愛はあったかいもんだが、あんたにとっては刑罰でもある。さあ、行こう。次に娘に会うとき、あんたがいい父親になってるといいがな。